新しいユニフォームを着用した選手にご登場いただきましょう。フィールドプレイヤーファーストユニフォーム、内藤陽平選手。デザインをしていただきました染色家追記のりこ様、株式会社小倉しましま代表取締役渡辺秀子様よりユニフォームのデザインコンセプトを説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。今回デザインを担当させていただきました追記のりこです。最終形を拝見するのは私も今日が初めてで、途中まではいろんなことをやっておりましたが、皆さんかっこよく来てくださっているので嬉しく思っております。まずはこの小倉織を一つ のイメージとして、今年のキラバンズの改革の年にふさわしいデザインにしていくということを考えたときに、小倉織は、この土地のこの豊前小倉藩に400年続く伝統工芸でありますが、その木綿の強い地厚な織物、その丈夫な織物を、江戸期は侍が、の武士の袴として全国に名を馳せておりました。そのやはり戦う男性のシンボルとして、その袴が、長い時代愛されてきたという、そして、そのさらに、明治維新を迎える時の明治の維新の志士たちはみんな小倉織の袴を履いていたということが司馬太郎先生の本にも出てまいりますが、そういう戦う武人ということをやはりテーマにしたいと思いました。そして、日本では侍ですが、西洋ではナイトと呼ばれる騎士ですよね。騎士も、戦うスピリッツを持った、精神を持った上で、戦うという、そのことを考えまして、騎士たちはみんな盾と矛を持って戦っておりましたので、トップスの部分には、盾と矛のこの、金属で覆っているナイトの馬上の姿をイメージして、守りと攻めという意味をイメージしました。そして、ボトムスのストライプはこれはもうまさに小倉織の袴で、その、昔からの島の織物の、袴という、その部分を大事にしながら、それぞれ組み合わせて、この種類の 4種類のパターンの、デザインをしたものです。これは本当に、これから1年間戦っていかれる選手の方々と一緒にフィールドを走り回っていくときに、一緒に精神も応援して、みんなこの、土地の伝統も皆さん選手と一緒に共にあって応援していくというような気持ちを込めたつもりです。一緒に皆さんもご一緒に応援していただけたらと思います。ありがとうございました。皆さん驚きましたね。小倉織のこの島が時代を超えてユニフォームにということなんですけども、まあ、皆さん小倉織一度と言わず手にされたことあると思います。ご自身で持ってらっしゃる方もいると思います。あとは贈り物で、ね、プレゼントとして送ったことがあるという方もいらっしゃると思うんですけども、その江戸時代から続く北九州の伝統と融合したということで、お二人どうでしょう、キラバンツのこのユニフォームというお話をいただいたときってどんなお気持ちでしたか？はい、私たちは海外で仕事をさせていただくことがあって、その時もいつもサッカー のチームの強いところが多いんですが、ミラノ、マンチェスター、バイエルン、みんなサッカーの強いところは
もともと繊維業の盛んなところで、皆さん、小倉が、私たちの小倉ストライプスを持っていきますと、その、サッカーチームはあるのかというふうに尋ねてくださるんですよ。なんかありますって言って、ギラバンズですっていうふうなお話ができた時に、やはりこう世界に通じる、やはりこう同じ産業とサッカーのっていうのは同じ精神だなと思ってたので、とても嬉しく思いました。もうその時からやっぱりイメージはもう侍だと思ってらっしゃったんですね。そうですね、やはり侍のその袴っていうのは一番シンボリックに やはり小倉織が愛されてきた歴史がありますので、今ですね、こうしてピッチで戦う北九州の侍がそれを通しているわけなんですけども、このお姿を見ていかがですか？本当に皆さん、まずサッカー選手はかっこよく、スタイルが素晴らしいですので、もう来ていただくとありがたいですし、実はギラバンツのチームカラーである赤と黄色と赤ということを最初に言われた時に、私は黄色と赤を合わせると、やっぱり強いけれども、印象は強いけれども、組み合わせとしては難しいなというのがあったので、黄色の中に赤はなるべく入れずに、思い切ってボトムスとトップスと変えるということを考えて、でその中に黒い線で、島で、その先ほどの矛の立てた矛の精神を入れたつもりです。このユニフォームは私たちもサポーターも着用します。でアウェーに行った時とかはもう県内の方もこの小倉織のデザインを見ていただけるということで、これも楽しみですね。ね、そしてまた、ね、北九州に来ていただければなと思いますよね。ぜひね、皆さんもこのシャープでこう凛とした美しい島が施されたユニフォーム、こだわりの色彩表現で魅了する小倉島々が手掛けてくださいました。どうもありがとうございました。九州の皆様にもちょっとお話を聞いていきたいと思いますけども、皆様にはですね、全員には今シーズンのデザインの感想をお伺いしたいと思います。今年のユニフォームはいかがですかということで、内藤選手、私にはこの8番がしっかり見えておりますけども、皆さんも見えてますか？実はですね、今日ですね、ファーストユニフォームを着用していただく、選手の方がですね、ちょっと体調不良により急遽内藤選手に来ていただきました。ありがとうございます。さあ、いかがでしょうか、このユニフォームを身を包んで、今年のユニフォームのデザインはいかがですか？そうですね、とても先鋭的な、デザインで、こんなに色の切り替えが大胆なユニフォームっていうのはあんまり目にしたこともないですし、自分自身着たことがない、とてもフレッシュな気持ちで袖を通しました。個人的に好きなポイント、気に入ってるところなどはありますか？まあ、やっぱり大胆な色味の使い方だと思います。せっかくね、皆さん今日カメラを、ね、お持ちですので、ちょっと後ほどね、撮影タイムもあるんですが、一人ずつちょっとお写真もね、撮りたいなと思うので、決めポーズをちょっとしてもらってもよろしいですか？一歩前に出ていただきまして、今から全員、はい、内藤選手のみを撮る時間ということで、よかったら仁王立ちではなく何か、はい、ありがとうございます。はい、表情もね、バチッと決めていただいてよろしいですか？逆側もね、はい、抜いていただいて、はい、左の胸もね、そう、腕を出していただいて、はい、はい、ありがとうございます。後ろもですね、8という文字がね、しっかりありますので、現像したときに、書いていただければと思います。さあ、では続いて池本選手参りましょう。今シーズンのデザインの感想いかがですか？今シーズンはかっこいいですね、やっぱり。そうですよね、もう本当に皆さん登場した時点でもう、うわーっていう声が上がってましたけども、どこがかっこいい、どこが好きですか？やっぱりここですね。言葉に出していただけると助かります。これっす。届きましたね、しっかり届きました。このパンツの部分にもですね、このストライプがね、しっかりと施されているんですけども、では池本選手ももちろん写真撮影タイム参りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
声が出ましたけども、じゃあいいですけど、まずはバシッと決めていただいて、照れもなく、はい、笑顔でお願いしますね。はい、斜めから正面でした。やっぱり正面でした。さあ、よろしいですか。バッチリ撮れてますか。よかったらお客様の方を向いていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。ちょっとね、恥ずかしいので天井を仰ぐ形になりましたけども、はい、ありがとうございます。では続いて、ちょっと後ろ失礼いたしますね。はい、ゴールキーパー高橋拓也選手です。今年のユニフォームいかがですか。これはないんですけど、キーパーにもこれはパンツにはちゃんと国用りがあって、すごくシンプルなんですけど、しっかりと国用りが入っててかっこいいなと思います。ブルーの色味にこの差し色が黒っていうのもまたかっこいいですよね。そうですね、はい、かっこいいです。気に入ってるところはどこですか。やっぱりその北九州というか小倉の、伝統工芸である小倉織と起きて戦うっていうことは、まあ、光栄なことですし、北九州を代表して戦う、僕らに素晴らしい日本なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではお待たせいたしました。写真撮影の時間です。では一歩前に出ていただいて、はい、決めポーズもぜひよろしくお願いします。振り返りということで、少しで今ね照れてらっしゃいますけども、よかったらお顔も皆さんの方に見せていただけると嬉しいです。はい、ちょっと動きが早すぎてなかなかカメラが追いつかないと思いますけども、真後ろと振り返りいきますよ。じゃあ3、2、1でくるっと振り返ってもらいましょう。いきますよ、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、いろんなポージングで最後になりましたけども、中山佳穂選手いかがですか。今年のユニフォームのデザインはシンプルで、はい、いいと思います。気に入っているポイントありますか。ここです。こことおっしゃいますけど、よかったらこう皆さんにもうちょっと見えるように横に向いていただいてよろしいですか。そうなんです、そのね、サイドの部分にもこのラインが入ってる、この部分が気に入ってる。はい、フィールドと違っていいと思います。ここはで、またここがということで、で赤にこの黒のね、この差し色ということで、もうこのすごい強い、ね、感じがね、気迫も伝わってくるんですけども、さあ4選手いろんなポージングしましたけども、最後決めポーズでお願いしてもよろしいですか。そうですね、はい、何でも受け付けます。受け付けます。リクエストもしございましたら何かありますか。本田圭佑っていう振りがありましたけども、どう分かんないですこういう風にちょっと右、手を出して動画大歓迎です。ご自身はどんなポーズした方です。ちなみに、では参りましょう。3、2、1。最高。めちゃくちゃに応えてくださってありがとうございます。さあ最後はですね、皆さんこのねユニフォームに袖を通して、まあ、ピッチに立つご自身の姿、今しっかりイメージできてると思います。さあ今シーズン、まあ、どんな思いで皆さんにどんなプレーを見ていただきたいか、意気込みを一人ずつお伺いしたいと思います。まずは中山選手お願いいたします。このユニフォームを着て、早く三つのピッチに立って、北九州のゴールを、守りたいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。では高橋選手お願いいたします。まあ、本当に若い選手が多く入って、僕も上の方になったので、しっかりとチームをこう引っ張っていけるように、リーダーシップを取ってやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では、北選手お願いいたします。このかっこいいユニフォームを着て、武士のように戦い、一つで、ま、多くのゴールを取ってチームの勝利に貢献したいと思います。精一杯頑張るのでよろしくお願いします
い、すいません。わかりました。大きな拍手をお願いいたします。北九州の伝統である小倉織と、北九州のプロサッカーチームのギラバンツが、こうやって融合する都市になったので、北九州という街が一体になって、上を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。松の武士たちが愛用したように、長い時を超えて県内キラバンツ北九州の戦士侍が袖を通しています。そして北九州のプライドが刻まれておりますこのユニフォーム、1月22日火曜日からオフィシャルオンラインショップで受付スタートします。さあね、どれにしようか、背番号は何にしようか悩みますね。唯一無二の存在感を放つこの今年のユニフォームを着て一緒に応援しましょう。まずは正面をお願いいたします。はい、では次ですね、背中を見せていただいてよろしいでしょうか。会場の皆様に背中をお願いいたします。ではまっすぐでお願いいたします。はい、ありがとうございます。では続きまして、左腕を正面にお願いいたします。左腕を皆様の方にお願いいたします。そして目線は会場、カメラ、前列のカメラの方にお願いいたします。はい、では最後はですね、正面を向いていただいて、左腕を見せるような感じでガッツポーズをお願いいたします。イメージはですね、このような感じですかね。ちょっと具を高めにお願いします。はい、具を高めにお願いします。ありがとうございます。